マルチカム迷彩は施した装具を着用したアメリカ陸軍の兵士マルチカムは暗いプレシジョン社によって開発された迷彩パターンである。マルチカムは幅広い環境や条件で使用できるよう設計された高い汎用性を持つ迷彩パターンである。その汎用性の高さから多くの派生型が存在しており無許可のコピー品も含めて世界中の軍隊や 法執行機関で広く使用されている。また民間向けの販売も行われているため、一般人でも入手、使用することが可能である。2002年に初めて発表され、2002年から2004年に行われたアメリカ陸軍の戦闘服用明細パターンの選定試験に参加したが、2004年に ユーシップが採用されたため、アメリカ軍での本格的な採用は見送られた。その後は民間向けの販売が中心となり、公的機関では、アメリカ軍のフューチャーフォースウォーリア計画や一部の特殊、部隊、麻薬取り締まり局のファストなどで採用されるにとどまっていたが、ユーシップが現場の兵士たちから不評であったため2010年に、 アメリカ陸軍に色彩を改良したものが FCP として採用される。その後イギリス軍、オーストラリア軍、ポルトガル軍など各国での採用が進んでおり、アメリカ国内においても FBI やオレゴン州警察のスワットチームなど様々な法執行機関で採用されている。また、ロシアでも一部の特殊部隊での使用が確認されている。他、中国においても、 無許可のコピー品と思われる派生型の存在が確認されている。マルチカムは貴重色を茶色から明るいカーキー色とライムグリーンのグラデーションとし、反転は緑と黄緑のグラデーションと明るいピンク色のものを均等に配している。これにより見る角度によって緑にも見えたり茶色にも見えたりする上、反転によって貴重色が分断されて見える。 垂直に配された反転は草や、小立ち、調色のグラデーションは水平方向の模様をかもして、拉致、草原、水面を偽装している。配色や模様のみならず、暗いプレシジョン社純正の生地は、可視光、赤外光の反射率や、吸収率までが、草原や土壌と同程度になるように作られており、その効果が、暗いプレシジョン社のサイトで公開されている。 様々な派生型が存在しており、2013年11月25日には、クライプレシジョン社から、マルチカムのバリエーションとして、砂漠環境向けのアライド、熱帯雨林向けのトロピック、積雪地域向けのアルパイン、そして高リスク環境下で活動する、放執行機関向けに、明細効果ではなく、陣やイメージ効果を目的として設計された、 ブラックの計4種類が発表された。その他にもイギリス陸軍が採用した MTP のように採用国の要求性能に合わせて調整されたタイプが数多く存在する。 E e、https://www.cryeprecision.com/http://www.blackwaterusa.com/.btw2004/.articles/.110hfrank.html.https s o l d ーシ r s y s t e m s n e t 2009-06-17 c o n g r e s s c a r e s a かも https://www.guanca.cn/.military-affairs/.20150823331651 shtml h t t p s m u l t i c a m p a t t e r n c o m m a l c h i c a m p a t t e r n マルチカムパターンハット h t t p n e w s b b c c o u k 2 h i g h t e c h n o l o g y 8 4 2 2 9 4 2 s t m h t t p s w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  j o i n t f o r c e s c o m フィーチャーズ、キットカモ19,925ニュー、ポーチギーズアカット M18 カモフラージュパターン。ありがとうございます。